ドバイでバズり散らかしてるチョコを食べていきたいと思います。 SNS で絶対見たことある人はあると思うんだけど、皆さんこんにちは、アイでーす。ということで、今日はドバイでバズり散らかしてるチョコを食べていきたいと思いまーす。ただのチョコじゃなくて、TikTok でクソほどバズり散らかしてて、1枚1万円ちょっとぐらい。で、私6枚買ったんですけど、8万くらいでした。大発散。チョコレートに8万円使うってさ、なかなかないんだけどっていう感じ。これのチョコレートです。フィックスデザートチョコレートっていう SNS で絶対見たことある人はあると思うんだけど、あんまり日本でレビューしてる人がいなくて、じゃーん、こんな感じで1枚が鬼ほどなんか重たくて、わかる？すっごい太いし重たいし、大丈夫ですかって感じなんだけど、ちょっと今日 TikTok の ASMR を撮るので食べてるところ、それをちょっと裏側をこのカメラで撮ってきながら感想とかちょっと本音を話そうかなと思います。みんなめちゃめちゃ美味しそうに食べるからかなり期待はしてるんだけど、こんな感じ。一番ピスタチオがバズってて、今ピスタチオがもう世界中でも買えないって言われてて、で、私ちょっとピスタチオ実は2枚ゲットいたしまして、まあそれだけで3万とか、それぐらいなんだけど、せっかくゲットしたので、本音と ASMR をお楽しみいただけたらなと思います。ということで、TikTok 撮影中なので、このまま動画回しておきまーす。あんまりこっちでは使わないんだけど、マイクを使います。 TikTok はどんな味なんだろう。ちょっと画角が真ん中じゃなくてずれるんだけど、ちょっと気にせずって感じ。一発撮りだから緊張するわ。こっちいきます。やばい、見て、なんか出てる。見て、芝生みたいになってる。芝生が入ってるみたい。めっちゃ美味しい。めっちゃうまいねんけど。美味しいんだけど、結構糖尿病になりそう。待って、甘すぎ。あのね、甘すぎて、もういいかな。今ね、まだこれだけ残ってるの。甘じょっぱくて美味しいんだけど、最初の一口やな、うまいの。あとは歯が痛い、甘くて。生理前とかにめちゃめちゃ食べたくなる感じかもしれない。甘じょっぱいので。映えだね。でも後の味もあるから、またシリーズ化して、ちょっとこれは8万円はバズらせて、チョコレートの女神と呼ばせるようにしたいと思います。バズってるものが全ていいわけではないけど、でもまあまあこれで1万円でしょう。ちょっと高いかな、本音を言うと。まあバズってるからまあ仕方ないんだけど。まあでも、気になる方はドバイのこのチョコレート試してみてほしいかも。ちょっと一回 TikTok 終わらせます。はい、ということで TikTok の撮影がすんなり終わったので、フィックスデザートチョコレートを試したい方は試してもありなのかなと思うの。さっきも言ったんだけど、食感とかは超新しいと思う。でもなんか TikTok とかで割ともう買えないから高いし、割と自分で手作りでやってる人とかもちょこちょこいてるから、ハッシュタグフィックスデザートチョコレートって調べると多分めちゃめちゃ出てくると思うんだけど、気になる方はちょっと調べてみてください。ということで、食べた分運動したいと思います。なんかごめんね、こんなラフな動画なんですけど。ということで、またこのチャンネルに絶対戻ってきて、またこのなんか場面で面白いこととかもするので、絶対またチャンネルに戻ってきてっていうのと、チャンネル登録は絶対ね、絶対だよ。他の SNS もよろしくお願いします。 ASMR は TikTok で見れるので、ぜひ。ということで、またね。 I love you. バイ。